はい、こんにちは。こんにちは。今日は夕まじめからスタートということでね、いいぐらいに暗くなってきましたですね。はい、今は何時ぐらい？7時ぐらいか。6時半。満潮からの下げ始めってことです。はい、イカ釣りたいな。あなた釣ってるじゃない、大きいのいっぱい僕全然釣れてないんですよ。全く釣れてないんでね。竿新しくしたんですよ。あ、ブラ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 。ニュータックルっていうことね。マー君新調したみたいでね。はい、これですね、 76M の SMTT。エメラルダスのストイストですね。ストイストですね。先っちょがチタンになってるんですよね、ここが。感度良さそうやね。感度が多分すごくいい。これに今日は墨付けしたいんですよ。あー、なるほど。はい、そういうことか。だから釣りたいんです。はいはいはい、墨付けの方ですね。柔らかいんだから。ちょっともうちょっとそっち行ってもらって。いやいやいや、柔らかいらしいんで、ぜひともこの使って。76M のまあチタンティップということで、竿先がだから柔らかいってことですね。うん、楽しみですね。楽しみです。墨付けの方。これを墨付けしていきたいと思います。はいはいはい。僕はもうキルアップを。とりあえず皆さんキルアップの方法ね今2人なんですけど、あと1人ゆうすけがね、はい、後で参加してくれるということで、はい、とりあえずサポーティングの方をね、サポーティングやっていきたいと思います。思います。それはいいですかね。はい、はい、ポイント入りました。使用すでにダートマスターの3号、ディアイソっすね。はい、皆さんこんばんは。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 よーしよーしよー。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。ゆっくりだぞ。支援フルール。ほい。ほい。あ。おやつ何が。来ましたね。うん。来ましたよ。来ましたね。ほいほいほい。あ、あるあるある。違うじゃない。イカを前に出してくれっていうのに、はい、皮を出してくるんですよ。そう、面白くないと。面白くないからね。毎回カットされてるからね。覚えないのよ。カットされてるって分かってます。分かってますけど。ちょっと測ってみようか。測ってみます。はい、600あります。おー、やったね。600ありますね。600ありましたね。これ、いいな。これ初めて見る。これですね、スクイットジャンキーです。ちょっとハヤブサから出たスクイットジャンキー。なるほど、はい、まあ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 、はい、いいじゃないですか。おめでとうございます。ありがとうございます。いいクラさんやってきましたよ。すごい。来ちゃってますね、あれ。絶対大きいのかな。楽しそうだ。17番、結構来ましたよ。来ましたよ。そんな大きくないけどいいんじゃないでしょうか。おーい、よかったですね。少し潮が効いてたんですよね。さすがリアルイソスジエビ。上がってこないな、なかなか。はい、来た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 。はい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 。がっつりちゃんと来てます。はい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 。300、400、500、300、400、500、400、500、500。ありがとうございます。ちょうど光量変化ですよね。光量変化のタイミングですね。早い、来て。早いんだって。でかいわね。でかいわよ。でかいわね。すごいわね、モンコさん。モンコさんすごいんですけど。怖い逆にしてもらってよかったね。怖いんだって。早く。怖いんだって。よしよしよし、いいねいいねいいね。もうでかいこれ。ちょっと測って、測ろうさって。オッケーです。
モンコチャンス。でかい。でかっ。一応でかっ。L 級のスティールマスターが、モンコに聞くと。モンコに聞いちゃったと。モンコ 1.6 やばいです。おめでとうございます。モンコのために試合を逃したくないよ。マー君釣ってたじゃない。ありがとうございます。どんな感じだったんですか。いや、ちょっともうほんの一瞬潮が効いた瞬間でしたね。ユースケートも全く同じタイミングだったしね。全くタイミングがもう同じで、ちょっと離れてね、うちを竹山もね、はい、もうちょっと狭かったんでね。うん、意義を、リアルイソスジエビ買ったばっかりのやつでした。ポイントに移動してまいりまして、制作の方からちょっと内容が来ました。マジでやってんじゃんこれだから一瞬さ、これですね。それ何するところてんじゃん。ところてんじゃん。こういうことになるんですか。で、これをね、まあ、食べさせるだけだったらさすがにっていうことで、はい、3人で誰が一番最早く食べれるか勝負して、勝ったら、はい、勝者はエギを1本をプレゼントするということだったんで、早速それをやっていきたいと思います。どうだ、あ、これ僕の、はい、じゃあ3 2 1 5。無理かな。結構早かったよ。早かったね。まあ見事、はい、おめでとうございます。エギを制作部の方から、はい、いただきます。じゃあ今からキルアップを目指していきたいと思います。行きましょう。勝手にサボテン。よしけはマンゴーを釣りました。マンゴー 1.6 のもの、1キロ超えたらもうマンゴーを釣る。キム・ジョンイルみたいですね。ジョンウンいるじゃない。ウン、ジョンウンです。見てジョンウンやどうだったですか今日は。あ、でも楽しかったですよね。久しぶりだったし、はいはい、僕は釣れなかった、はい、大丈夫なんですかその辺は。レンコンの方そっち側についてるんじゃないんですか。最近思ってきたんですよ。こっちに来ちゃってるんじゃないですか。そんだけ行って1キロ釣れないってどうかしてますからね。まあまあ頑張りますよ、まあ、俺のことをジョーンだと思う人は高評価とチャンネル登録とベルマークの方をお願いします。別のボタンかもしれんけどね、それは。もう一回言うかですか。私のことをジョーンだと思う人は高評価とチャンネル登録、あとベルマークの方、はい、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。